ターザン。ターザン、A、ターザンは、アメリカの小説家、エドガー・ライス・バローズが創造した、架空のキャラクター。小説ターザンシリーズ、および映画化作品の主人公を務めるが、脇役として登場することもある。本校では、まず小説版について説明する。映画版については、映画、t v のターザン以降を参照。なお、 日本語表記は早川文庫特別版 SF に準じる。小説版は多くの映画と違い知的な面を持っている。端的には複数の言語を自在に操る。また文明批判の目も厳しい。本名はグレーストークキョウジョン・クレートン。イギリス人であり、その称号の示す通り貴族である。ただし命名されていないため本名は 父親の名をそのまま受け継いでいる。なお、脇役として登場するのは、外伝的作品、石器時代から来た男と、第4巻、ターザンの逆襲、少年もの、の、ターザンのソーセージ2作、ターザンザターザンツインズと、トザンザターザンツインズウィズ・ジャドボル、や、ザ・ゴールデン・ライオンである。ターザンは野生児として育ったが、優位所正しい貴族の生まれである。 彼の特徴は、外見、外面と内面の両方にわたる。詳細は後日。当初は、彼と家族に成長、経年が訪れていたが、孫息子の登場、第10巻、ターザンとアリ人間、1924年を境に、ターザンから、経年、老化の兆候が見られなくなり、不老長寿、あるいは、不老不死の様相を示してくる。 両親の船出が1888年5月、結婚がその3ヶ月前であることから、ターザンの少年は1889年、内緒は1888年である。後述のフィリップ・ホセ・ファーマーは1888年説を取っている模様、肉親の出番も見られなくなっていく。なお、ターザンのモデルについては、ロムレスとレムス、ローマ帝国の建国に関わる兄弟で、 狼に育てられたという伝説を持つが、参考作品としては、ジャングルブック、ラドヤード・キップリングの小説が挙げられている。詳細は、ターザンシリーズ参考作品を参照。他のバローズの長期シリーズである、火星シリーズ、1912年、ペルシダーシリーズ、1914年の場合、主人公はその世界を紹介する側面がある。このため、ジョン・カーター、火星、 バルスウモ大元帥、デビット・イネス、ペルシダー皇帝は、性格や思考は、保守的、中立的であり、物語の中では、読者の分身として、驚き役を示している。これに対し、ターザンは彼自身が脅威として、読者の前に登場する。つまり、タイトル通り、各シリーズの主役は、バルスウム、ペルシダー、アムター、金星、ターザン、と言える。ただし、 第8巻以降は、ほぼ、卑怯者に転換し、読者の前には、新たな世界が脅威として登場する。また、ヒロインとの関係も、象徴的である。三大シリーズの場合、物語は初期において一度完結する。火星は三部作、本シリーズとペルシダーは二部作。火星、ペルシダーの第1巻では、ヒーローとヒロインは心を通わせるものの、 何らかの物理的な要因で引き裂かれてしまう。火星の場合は、事故、ペルシダーの場合は、狡猾なライバルの邪悪な企み。しかし、ターザンとジェーンは心を通わせ合うものの、それぞれの思惑、心理的要因によって別れることになる。ジェーンには、迷いがあり、ターザンは相手を愛するがゆえに別れを選ぶ。このあたりにも、ターザンというキャラクター、物語の持つ複雑さが現れている。 とはいえ、火星、ペルシガーは最後まで、デジャー・ソリス、ダイアンが、ヒロインであり続けたのに対し、ジェームの登場は、ほぼ第10巻までで、以後は、ターザンと、女戦士、1936年から1937年、妻が短い出番を与えられているのみ、となっている、名前すら明記されていない。ターザンの能力や家庭、友人、血縁など、父は、 英国貴族、グレイストーク教ジョン・クレイトン、ロード・グレイストーク、ジョン・クレイトン。母は、アリスラザ・フォード、結婚時、まだ十代だった。夫妻は、不妊先である、英領西アフリカに向かう途中、船員の反乱に遭遇し、アフリカの西海岸に置き去りにされた。ターザンは、夫妻が海岸に作り上げた小屋で生まれ、彼が一歳になった時に母親は亡くなった。 父は、類人猿カーチャク、カーチャックに殺されたが、ターザンは、類人猿から、カラに救われた。カラは子供を亡くしたばかりであり、群れのリーダーであるカーチャクに逆らい、ターザンの養母となった。ちなみに、ターザンとは、カラが付けた名前で、類人猿の言葉で、白い肌、ホワイトスキンを意味する。成人後、指紋鑑定で、グレーストークの息子と判明、第一巻終盤にて、 第2巻終盤以降は、父の名を受け継いだ。なお、第1巻冒頭では、主要人物には架空の名前を用いると宣言されている。前述のダルノー注意は、第1巻で親友となった。交際は、以後も続き、第4巻、ターザンの逆襲では、フランス海軍の提督となっており、メリームと親族の再会に一役買っている。しかし、ターザンと禁じられた。 1938年で久しぶりに登場した際は海軍隊だった。石器時代から来た男にはアメリカ人バーナード・バーニー・カスターとその妹のビクトリア・カスター、彼らの友人でルータ王国バローズの作り出した架空の国家の軍人である、そう注意が登場した。ビクトリアは当該作のヒロインであり、バーニーはルータ王国の危機の主人公である。 全2部で構成されている、石器時代から来た男は、ターザンシリーズの第2巻と、第3巻の間に位置している。実際に登場するのは、第1部のみ。第2部は、第3巻の後で発表された。ターザンとジェーンが結ばれたのは、第2巻のラストだが、ここではそれから1年ほどが経過していると見え、愛測子ジャックが誕生し、エスメラルダがウバを務めている。ターザンは、 かつてエンジンターザンと呼ばれたと説明され、ターザンと書かれている場面は少なく、ほぼ、グレーストーク、もしくはグレーストーク教や、クレイトンと呼ばれ、それにふさわしい衣服を身にまとっている。一方で、ジェーンは、グレーストーク夫人と表現され、家庭に収まっており、あまり目立たない。また、圧巻の討伐に際しても、ターザンは判断になることも単独行動をとることもなく、 集団でライフルを抱えて行動している。さらに、自分の感覚よりも、常識を優先して判断している。など、現役のエンジン、第2巻までと、第3巻以降とは違った描写がなされている。しかし、第2部のラスト、15、洞窟の秘密にて、どんでん返しがあり、第1部のほとんどは、なかったことにされている。なお、リチャード・エール・ポフによると、 石器時代から来た男の主人公である原始人類は、エンジン、ターザンの同類、分身である。本説は、恐怖をターザンに寄せた、森優の解説、ターザンは実在するによる。アメリカの SF 作家フィリップ・ホセ・ファーマーは、ターザンの電気として、実在するターザン、グレーストーク教の決定的電気を執筆、ダブル理社から出版された。これは、 バローズの作品、ターザンシリーズは、フィクションとして綴られ、資料が少ない部分は想像で補ったため、矛盾などの不備があるとし、この電気では、彼の切り捨てた資料等で保意している、というスタンスである。また、実際に、ターザンに会い、インタビューしたとも書かれている。インタビューの場所は、ガボンのリバービルにあるホテルで、写真も撮らず、録音もしないと、条件が付けられていた。 インタビュー当時、ターザンは80歳であったが、当該作では、少年は1888年とされている模様、35歳くらいにしか見えなかったという。この若さは、1912年1月に、ウガンダで助けたマジナイシから渡された飛躍によるもの、と説明されている。また、ファーマーが、ターザンの家計を発生分、遡って調査したところ、血縁に、 シャーロック・ホームズ、パーシー・ブレイクニー・順弾尺、ドック・サベジ、ネロウルフ、ピーター・ウィム・ジー教・キブルドック・ドラモンドらがいることが判明した。彼ら英傑の由来としては、1795年に、イギリスに落ちた隕石による、突然変異、と説明されている。なお、本作は、早川書房が判権を取得し、早川版、トレザンヌ・ブックス完結の暁には、 シリーズ別館として刊行されると予告されていたが、未役のままである2011年9月現在。映画のターザンは妖精のヒーローとして登場する。ただし、グレイストークルイジンザルの王者ターザンの伝説、1983年、グレイストーク、ザ・レジェンド・オブ・ターザン、ロード・オブ・ザ・エイプスのような原作重視の例外も存在する。ジャングルの王者として君臨し、 密漁者や秩序を乱す猛獣に鉄槌を下す。また、多くの場合、言語に不自由で、片言しか、英語、ないしは、人間の言葉を喋れない。マスコットとして、チータ、チーターというチンパンジーを連れている場合もあるが、原作には登場していない。そもそもチンパンジーが登場しない。ただし、それに類する小猿は登場しており、ウキマという小猿が複数回、登場している。 エルモリン・カーンが主演したサイレント映画、ターザン、1918年を皮切りに、数多くの映画が制作され、ターザンの名は一躍有名になった。1918年から1958年の40年間で32本のターザン映画が制作され、その興行収入は累計5億ドル、観客動員数は累計20億人に達した。中でも、累エンジンターザン、 1932年をはじめとする、ジョニー・ワイズ・ミューラーのターザンは有名である。ワイズ・ミューラーは水泳の金メダリストであり、元は俳優ではなかったが、そのぎこちなさゆえに、野生児としてのターザンはハマり役だった。ワイズ・ミューラー映画で有名な、あーああというターザンのおたけびは、今日の泣き声など十数種の音源をミックスして、MGM の特殊効果部が作り上げた。なお、 ワイズミュラーは1971年の世界 ESF 大会に参加したバローズインコーポレーテッドの主催の昼食会に主品として招かれたが70歳を過ぎているにもかかわらず若々しくただし髪は白髪になり顔はシワが増えていた矢野トールからターザンシリーズの日本での翻訳が開始されたと知らされると非常に喜んでいたロバート・フェントンによると 1914年春、バローズが妻とカルフォルニア州サンディエゴで、休暇がてら、第3作、ターザンの外科を執筆していたとき、ニューヨークのジョゼフ・ W ・スターン紹介から連絡があり、映画化の話が持ち上がったのがきっかけである。この企画は流れたが、バローズは自作の映画化への可能性を知る。シカゴへ帰った、彼は、ニューヨークのオーサーズフォトプレイエージェンシーに、イエンジン、 ターザンの映画界の売り込みを頼もした。また、出版社、AC ・マックラーグとは、劇化、映画化の際の著作権が、著作者に帰属する契約書を交わしている。ただし、第2作、ターザンの復讐以降分。しかし、映画化の話は思うように進まず、バローズは直接行動に出る。ウィリアム・ N、セリング大佐、シカゴにある、セリングポリスコープカンパニーの社長に、 ルイエンジン、ターザント、未発表の原稿一本、砂漠のプリンス、ザラットザライオンを送りつけたところ、セリグは砂漠のプリンスに興味を示し、500ドルで映画化券を購入する、1915年1月。バローズはさらに日本ほどセリグに送り、ユニバーサルフィルムズやアメリカンフィルムカンパニー等にも打診するが、すべて断られてしまう。小説としては面白いが、 映画には向かないと国評も受ける。1916年6月、シカゴのウィリアム・パーソンズと、ルイ・エンジン、ターザンの映画化権に関する契約を取り付ける。しかし、パーソンズは映画業界の素人であり、計画はとんざしかける。10月末、なんとかパーソンズの会社が設立され、映画完成への目途がつく。1917年4月、 セリグプロの映画、砂漠のプリンス、主演、ビビアン・リードが公開され、好評を得る。ただし、原作者の意向が無視されたため、バローズは、複雑な思いだった。本説は、エドガー・ライス・バローズ、ターザン、フィルムランドへ行く、ターザンとアトランティスの秘宝、高橋豊役、早川書房、早川文庫 SF、1972年、森優。 300から301ページによる映画ターザンは自身の意向が反映されずバローズはパーソンズの会社の重役であるにもかかわらずさらには支払いのトラブルによりパーソンズとの仲が冷えてしまった映画のターザンは自分のイメージと違っていたため落胆したとも言われている MGM のターザン映画に不満だったバローズは自ら映画会社を起こし ハーマンブリックス主演の連続活劇を制作した。内話、ターザン役。ターザンをタイトルにしているものに以下の事例がある。芸名の一部として使用しているものに以下の人物がいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。